まずは先日の豪雨災害による住宅への被害状況がこちらです。床上浸水が243棟、床下浸水が667棟となっています。で、今日はこういった被害に遭われた方にとって必要な罹災証明について解説します。これ実際にですね、どういうものかよくわからないっていう方も多いかもしれませんね。はい、罹災証明というのは、住家、住む家ですね、がどれだけの被害を受けたかを証明するものです。で、これによって今後市など行政から受けられる保障の程度が決まるというものです。昨日は小松市でこの罹災証明の申請がスタートしたというニュースをお伝えしましたよね。はい、でこの罹災証明、流れとしては、書類と写真を添付して申請をします。これが昨日小松市でスタートしました。そして対象の、お家に職員が現地調査に行きます。そして罹災証明が発行されればこの、行政からの保証を受けるという流れになります。小松市ではその調査が今日から始まりました。小松市役所では今日調査の出発式が行われ、市の職員15人のほか加賀市と能美市からもそれぞれ4人の応援職員が集まりました。この罹災証明書の発行は、被災者の方々が生活再建をする第一歩としての非常に重要なものになります。手続きをですね、速やかにできますよう取り組んでいただきたいなというふうに思っております。職員たちは特に被害の大きかった中海町で早速内壁やキッチンの設備関係などを中心に被害の程度を調べました。はい、で小松市では昨日スタートして、昨日1日で135件の申請があり、うち87件が調査の対象となっています。これ調査の対象になる家とならない家というのがあるんですか？そうなんです、先ほどですね、書類と写真で届けているというふうに説明をしました。でそれを踏まえて床上浸水があると見られる住家、住む家のみが現地調査の対象となります。で床上浸水がなく床下浸水までの場合は現地調査を行いません。でこの場合自己判定方式という形になり、現地調査を行わないため比較的早く証明書を発行することができます。そしてこの場合、基本的に行政の保障というのはないんですが、各自で皆さんで加入している民間の保険、この適用に活用することができます。また場合によっては行政の保障の対象になるという場合もあるようなんです。でそしてここまで説明してきました罹災証明だけでなく被災届出証明というものもあります。でこれ罹災証明は住む家がどれだけ被害を受けたかを証明するもの、これに対して被災届出証明というのは家以外ですね、土地であったり車などがどれだけ被害を受けたかというものを証明するものです。こちらも行政の保障の対象ではありませんが、ただ保険の適用などに必要なため申請することが、大事だということです。で罹災証明も被災届出証明どちらもですね、窓口郵送のほか小松市では小松電子申請サービスからも申請することができます。